爬虫類両生類のメンテをしながら聞く動画、メンテのお供。ディス、ブラケです。昨日ね、僕朝、いつもだいたい食パンを食べるんですけど、昨日ね、うちにあったオーケーの食パン、皆さん食べたことあります？割とね、美味しいんですよ。で、オーケーの食パンが2枚残ってて、それ1枚ね、朝焼いて食べたんですよ。美味しくいただきました。ね、マーガリン塗って美味しくいただいて、でですね、夜ね、仕事終わってお家に帰ってきて、なんかゴミを捨てようと思ったんですよね。で、ゴミ箱をこう蓋がついたやつパカッてこう開けて、ゴミ捨てようと思ったら、中に僕が朝食べたね、OK の食パン、2枚あったうちの1枚食べたじゃないですか、朝。そしたらそれをね、食パンが捨ててあったんですよ。で、その食パン、なんでなんか捨ててあるんじゃんと思って見たら、その食パンにカビが生えてました。賞味期限はちゃんと見ましょうっていう話。 僕は健康元気です。鋼の胃腸ですんで 鋼、カビぐらいには負けないですね。病は気からですからね。カビなんかも全然大丈夫です。はい、というわけでね、今日もやっていきたいと思うんですけども、最近ですね、この僕も今 SNS、YouTube も含めてインスタ、ツイッター、 YouTube とね、爬虫類の、アカウントを持ってやってるんですけども、今日ですね、僕のところで生まれたクレステッドゲッコのベビー、第1号の、つけまげと、何号かな、ちょっと忘れちゃったけど、つけまきが、僕のね、お友達のところに、里子にね、行きました。で、里親さんが取りに来てくれて、一人の方はちょっと遠い方なので、遠い方なん、今日ね、取りに来てくれた人も三重から取りに来てくれたんですけど、僕神奈川なんですけどね、新幹線乗ってわざわざ取りに来てくれたんですけど、で、そのね、方に、もう一人の方があと今度滋賀の方にね、お友達に渡すので、もう僕よりはね、もう三重の方が近いので、三重の方にね、2匹とも持って行ってもらって、そちらでね、またそのつけまきの方をね、渡してもらおうかなということで、2匹今日ね、里子に行きました。で、僕はね、里子に出すだけのつもりだったんですけど、昨日の夜急遽ですね、プラケさん、なんだ、ベルアルビノとかマックスノーとかエニグマ好きですかって聞かれて、僕もね、諭吉の次に迎えようと思ってたのがベルアルビノが欲しかったぐらいで、結局でもベルアルビノなかなか売ってなくて、トレンプアルビノのペイさんをお迎えしたんですけど、なんかもうベルアルビノ結構好きかなって言ったら、じゃあ明日持ってきますって言って、もらっちゃいました というわけで、今ね、このメンテのお供のこのところに移っているこの子がね、うちに新しく来たベルアルビノちゃんです。ね、目が赤くて、またちょっとね、うちトレンパーが3匹いるんで、それとね、どんな感じで変わるのかっていうのが、ちょっとこれから成長とともにね、楽しみなので、せっかくね、大切なお友達からね、いただいた繁殖した子なので、大事に育てたいと思います。はい、でね、今日本当に、髪の毛もね、切らせてもらったりとか、で、あとそのつけまき取りに来てくれた三重のね、お友達がまた他にもね、繁殖した子をレオパ持ってきてくれるということで、で、それを受け取りにね、また違うお友達も一緒に子供を連れてね、来てもくれて、で、お子さん2人ね、髪の毛切らせてもらったりとかして、あと、僕がね、もう1人、こっちの方に東京に住んでるお友達に、渡す子をちょっと預かったりとか、マックスのエニグマの子を預かってるので、その、ね、お友達に渡すまでね、僕がだからね、大事にその子もね、育てたいと思うんで、このベルアルビノの子とね、兄弟の子をね、預かってるので、この2匹ね、またね、ちょっと動画出せたらと思います、餌やりしたら。だからもしね、もしあれだったら、それも楽しみに見ていただけると嬉しいんですけど、本当にね、この SNS、インスタもそうですし、ツイッターもそうですけど、YouTube もですね、始めて、そうなったらいいなと思って始めたんですけど、なかなか僕の身の回りにね、そんながっつり
爬虫類の話できるお友達がいなかったので、この SNS の、ね、中でもね話ができる人が見つかったらいいなと思ってね始めたインスタグラムだったりとかツイッターだったりとか、まあ、この YouTube もそうなんですけど、まあ、本当ねおかげさまですごくリアルにねこんな感じで会えたりとか、まあ、僕の仕事の美容師としての仕事をね髪の毛切らせてもらったりとかすごくねありがたい限りでございます。でねこんな里子に出したり里親になったりとかね、まあ、そんなねなんて言うんだろうななんか嬉しいですよね。そうやって自分のとこで繁殖した子が仲のいいお友達のとこでね大事に飼われるっていうのは嬉しいので、まあ、僕もせっかくね縁があってお迎えした子なので大事にね育てたいと思います。で先日はですねこの YouTube で、まあ、今日ね YouTube、まあ、そのインスタのねお友達が来てくれたのもすごく嬉しかったんですけど、先日 YouTube でつながってるですね皆さんご存知かな青チャンネルの青さんがですね実は髪の毛を切りに来てくれました。で、まあ、青さんねもう本当予約電話で予約してくれたんです。僕のことをなんか見つけてくれて探し出してくれて僕のお店を。で青さん結構ね家ちょっと多分車で2時間半以上かかるところなんですけどわざわざ来てくれまして、なんか電話の時にねちょうどお盆中に来てくれたのかな、なんかお盆やってますかみたいな感じで電話してきてくれてですね、でなんかめちゃめちゃ挙動不審な男性の人から電話がかかってきたんですよ。で初めてなんですけどってでオーナーさんにやってもらいたいみたいな感じでなんかもうやべえ人来ちゃうかなと思ってすごい挙動不審だからもうしかもこう最後の時間にもかすげえ変な人来るのかなと思って、まあ、ちょっとねある程度ちょっと身構えて待ってたらまさかのねその時間に来たのが青さんだったっていう僕青さん YouTube で拝見してたので見た瞬間あれ青さんじゃんって思ったんですけど、青さんもね多分声とかでバレると思ってわざとその挙動不審な男性を演じてくれてたみたいなんですけど青さんが髪の毛を切りに来てくれました。でその時にねもう本当青さんとすごいいろいろ本当ね青さんすごいやっぱりこう青さんなんかはもう小さい時から生き物が好きみたいで、すごい今もたくさんね青さん爬虫類両生類飼ってるんですけど、まあ本当に昔からの生き物採集もねもう得意みたいで、本当青さんのチャンネル見てると本当サンショウウオとかねバンバン捕まえてたりとか、まあそういうね日本ヤモリとかもめちゃめちゃ捕まえてますよね。やっぱそういうのってやっぱ昔からね捕まえてるからなんて言うんだろ ういる場所っていうのは大体わかるみたいなんですよね。でもねこう自分の地元って昔からこう取りに行ってたりとかすればもうねなんだろういろいろ情報も知ってるだろうからポイントみたいのもねここに行けば大体いるなっていうのもわかると思うんですけど、なんか青さんと話してて本当にすごいなと思うのはなんて言うんだろうな、その Google マップとか見ててもその周りのこうなんて言うんだろう環境を見て、まあ、多分この辺に例えばサンショウウオもういるんじゃないかななんて行って行くと大体いるらしいですね。だ結構ねサンショウウオなんか今もう本当にね保護されてもう飼育することは大丈夫だけどねこう販売したりとかそういうことはできなくなったぐらいのね生き物なんですけど、乱獲とか多分防ぐようにだと思うんですけど、でも青さんなんかねもうその行くポイントに行けばめちゃめちゃいる場所は知ってるみたいなんで、まあ、やっぱりそういうなんていうんですかね生き物をなんていうんだろうな、まあ捕まえるセンスというか、まあ、生息地を見つけるセンスというかもう本当にすごいなと思いました。で青さんね本当日ばかりを飼ってたんですよね。今なんかね譲っちゃったみたいなんですけど、で、まあ、僕もねちょっと前に日ばかりお迎えしたじゃないですか。でね2週間ぐらいで亡くなっちゃったんですけど、まあ、飼育環境のこととかそれでいろいろ教えてもらってたんですよね。で青さんはその日ばかりは自分で採取した日ばかりだったので、まあ、どういうふうに飼ったのかとかどんな餌をあげてたのとか そういうことをね聞いたんですけど、やっぱり僕なんかはお店で販売してた個体をね日本のヘビですけど日ばかりはお迎えしたから、まあ、自分で調べたことだったりとかネットとか YouTube とかでね集めた情報だったりとか、まあ、そういうものとかあとお店でね聞いたアドバイスとか、まあ、そういうものをひっくるめてね自分の中で落としどころっていうのを見つけて、でまあこれからどん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 改善していこうっていう矢先にねちょっと亡くなってしまったんですけど、まあ、今思うとね本当にもうちょっとこうしとけばよかったなってことがね皆さん本当 YouTube とかでもコメントでアドバイスいただいてすごくたくさんあるので、まあ、次買うんだったらこうやって買いたいなっていうやり方は結構あるんですけど、だから青さんも飼ってたからねちょっとその
参考にどうやって勝ってたのかなっていうことを聞いてたんですけど、やっぱり青さんの話ってすごくこうなんていうのかな、説得力があるんですよね。それなんでかっていうと、やっぱ青さんって自分でフィールドワークに出かけているので、どういうところに日ばかりがいるかっていうことをよく知ってるんですよね。こういうところにいるなっていうのが分かれば、やっぱ日ばかりが好む環境とかもやっぱりすごい分かるだろうから、まんまねそれを再現することはできなくても、こういう湿度でとかこういう感じで、ね、こういう餌を、ね、その周りにはどういうものがいてっていうのはどういうものを食べているのかなっていうのも多分ね、やっぱりしっかり予測ができるんでしょうね。で、本当にね、すごい勉強になりましたね。だからもう日ばかり飼うときはね、YouTube でコメントをいただいた方のね、飼育方法だったりとか、青さんに今回聞いたことをね、参考にね、ぜひね、リベンジしたいと思ってるんですけど、その時にね、もう青さんってちょっとね、ぶっ飛んでるんですよ、本当に。別に悪口じゃないんですけど、むしろ褒めてるんですけど、青さんちょっと頭おかしいんですよね。だからね、夜中にね、多分 YouTube 見れば分かりますけど、夜中に心霊スポットとかで一人で生き物採集に行っちゃうんですよ。そこで心霊系 YouTuber と3人組の心霊系 YouTuber とかそっと遭遇してるぐらいなんで、心霊系 YouTuber が3人で来てるのにね、生き物系 YouTuber が一人で心霊スポットに行ってるって、ぶっ飛んでるんですけど、でその時もね、帰りに、せっかくちょっと神奈川来たからちょっと何かね、そのフィールドワークね、して帰ろうかななんて思って、でもそれ来た時点でもうあれですからね、終わったのでもう9時、10時ぐらいですよ、10時前ぐらいですよ、多分。9時は過ぎてたな、余裕で、多分。で、ね、それからフィールドワーク行こうかなと思って、でもね、あれですからね、懐中電灯ぐらいしかないですからね、しかも足元クロックスで来てて。それで、なんか僕がね、その日ばかりできることなら自分でね、撮りたかったんだけど、なかなかいる場所もわからないしっていうことで、僕なんかもね、蛇がいそうなところなんかはね、日ばかりこういうとこに住むよっていうところを、イメージしてですね、自分が、分かるところでね、ちょっとこんなところなのかなっていうところ行くと探してみたりとかするんだけど、蛇の姿すら見たことなくて、田んぼの周りとか見ても、川の周りとか。で、そんな話をね、してたんですよね。でもそんな話をしてたら、先日ね、ぜひ青チャンネル のリンク貼っとくんで見てもらいたいんですけど、先日青さんが上げた動画で、まさに僕のところに髪を切りに来た後に遠征でヒバカリを採取してみたみたいな動画があったんですよ。僕それ見ても超ウケたんですけど、要は僕の、ね、いるところからどれぐらい離れてるか分かんないですけど、神奈川県内ですね。一応なんかネットで調べると、一応神奈川県にも日ばかりはいるっていうことなんですけど、そんなになんかね、もちろんね、あんまりこうその出没ポイントっていうのはあんまりね、こう生息地っていうのはそんなね、ネットとかで大っぴらには出ないとは思うんですけど、青さんだって全然地元でも何でもないアウェーの地ですからね。そこでなんか自分の中で Google マップで調べて、多分このポイントなら日ばかり多分いるんじゃないかっていう予測のもと、そういうその自分で思った公園に、夜にですよ、もう真っ暗ですよ、多分懐中電灯一つ持って撮影しながらね、その公園に日ばかりを撮りに来てみましたっていう動画があってぜひ見てほしいんですけど、言ってしまえばですね、ものの 2,30 分で4匹日ばかり見つけてましたね。だから日ばかりはどうやら僕の割と住んでる近くにもいるところにはいると、そういうことがね、判明しました。本当にだからね、あれですよね、もうそれによっても青さんの話してたその、話にね、信憑性があるっていうのはやっぱそういうことですよね。生き物がやっぱこういう、その生き物はこういうところにいるっていう、やっぱその推測、あとやっぱりその、場所を見て多分いないなっていうのも多分分かるだろうし、もちろんね、 Google マップの通りにね、その生息地が行った場所がなってるか分からないですから、多分そしたら多分ポイント変えたりとかするんでしょうけど、自分の思う条件が揃ってれば多分いるだろうなっていうもっと多分ね、歩き出すんだと思うんですけど、まさかね、そのね、僕なんかもどこに探しに行ってもいいかも分からないですからね。だからなんかまだね、ここにはいるんだよって聞いて探しに行くならまだしも、いるかどうかわからないところにそんな夜におっかない時間に探しに行くなんかまず無理ですからね。怖すぎるんで。でもね、それをね、生き物好きのね、
YouTuber の人はねそれぐらいやっちゃうんだなと思ってね本当にびっくりしましたけど、まあでもやっぱりフィールドワークっていうのはねすごくまあなんか生き物を飼う上で、まあ、時々ね自分が観察しに行くだけでもやっぱりすごいいいのかなっていうのはすごく思いましたね。こうもちろん僕が飼ってるのは海外の爬虫類とかもいっぱいいますけど、でもやっぱりこう爬虫類って一匹飼うってねしっかり飼うことで、まあ、その爬虫類ってこういうものだなっていう、まあ、その大きい枠でのね爬虫類のその性格だったりとかどういうものを好むかっていうのが分かることによって、まあ、そこから応用でねいろんな多分考え方とか、じゃあどういう飼育環境にしようかなとか、もうちょっと乾燥させようとか、もうちょっと湿度上げてあげようとか、まあ、そういうことを考える、ね、力を身につけられるっていう意味ではやっぱフィールドワークって大事かな。本当調べるだけだとね、そこに書いてあることを忠実に再現するだけで自分で考えるってことがなかなかねないのでね、ちょっとねもう夏もね、まあ、残りわずかと言いながらもまだまだね爬虫類まだ動く、ね、時期ですから、冬眠するにはまだ早い時期ですからね、なんかねこうちょっと外出た時にじゃあなんかトカゲここいそうかなとか、ニホンヤモリここいそうかなとかね、そういう身近な爬虫類でもいいので、僕もちょっとね深夜の公園には一人ではさすがに行けないですけど、なんか爬虫類が住んでる場所っていうねその生息地を見てですね、自分たちのね自分が飼っている爬虫類の飼育にね何かその活かせたらなと思いました。まあ、そんな感じでね今日はねぶっ飛んだ青さんが来てくれた話とですねインスタの友達のところに、まあ、里子に行ってうちのグレースがでレオパももらいましたというねご報告をねしたくてね、またメンテの音も撮ってみました。ぜひね皆さんもね本当にね爬虫類飼ってる人とこう突っ込んでねやっぱり腹を割って会って話すとすごいいろんなことをね自分では気づかなかったこととか、あこの人はこういうことを考えてるんだなってすごく勉強になるので、で何て言うんだろうな、直接会うとね自分と違う考え方というか自分が気づかなかった考え方も本当にねああなるほどなって勉強になりますよね。結構ねなんか中にはねこうインスタとかだけの言葉のやり取りだとね自分と違う飼い方だとなんかちょっとこう敵対したりとかすることもあるかもしれないですが、もともとね仲良くしている SNS の人なんで、まあ、すごくねあなるほどねこういうふうに考えるんだなとか、あそれすごい俺もちょっと取り入れてみようとか思うことたくさんあるので、皆さんもぜひねどん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 ねまあ僕の YouTube にコメントしていただいたりとかねしてもらえるとね嬉しいです。それでどんどんね皆さんとねコミュニケーションとってこのチャンネル盛り上げられたらと思います。はい、そんな感じでまあ、このね新しいレオパちゃんもね近々動画でねお見せしたいと思います。あとお預かりしているレオパちゃんもね次のちゃんとした里親さんに渡すまで撮影ねちょっと協力してもらって YouTube のねネタに使っちゃうと思いますんで見ていただけるとね嬉しいです。はい、というわけで今日はこんな感じで終わっていきたいと思います。今日も最後までお話を聞いていただきありがとうございました。プラケでした。バイバイ。